お白い花お白い花とは、お白い花かの多年草または一年草である。南アメリカ原産で、江戸時代初め頃にトライ。花が美しいため鑑賞用に栽培されるが、広く野生化もしている。つぼみの頃のお白い花と、サルビアお白い花の種子と、和名の由来となった白い粉状の胚乳系はよく、枝分かれして、干木状となるが、節がはっきりしていて、木質化はしない。 全体にみずみずしい緑。花は赤、黄色、白や、絞り模様などで、うち、白と木の絞りは少ない。花は夕方開き、方向がある。このため和名としては、夕下昇とも呼ばれるが、この名は赤花科のものにも使われているので注意を要する。英語では、フォークロック、中国語では荒い草花、に飯花などと呼ばれる。 夜間に開き花ずつが長いので興奮の長い大型の夜行成林締めでなければ急密は困難である。日本のお白い花では主にスズメガが急密し、倉庫名に関わっている。お白い花は毛状脈である。花弁はなく、花弁に見えるのは額で、基部は緑色で膨らんでいる。また花の根元にある緑色の額のようなものは双方である。花が咲き終わった後、 額は気分を残して脱落し果実が、額の気分に包まれたまま熟して全体が黒い種子のようになる。種子には粉状の廃乳があり、これからお白い花の名がついた。根は芋状になり、団地では冬に地上部が枯れてもこの地下部が生き残り次の年に根から芽を出す。お白い花族には干渉用に栽培されるもののほか アンデス山脈周辺で芋を食用にするものもある。根を、利尿、関節炎の気薬として処方される。また、葉は、切り傷、ダムシの治療に用いられる。ありがとうございます。